こんにちは、ドクターネックスです。今回は覚醒行ってみたいと思います。宝玉もね溜まってきたことで、ルキアとねキスケをレベル100にして50-50もらって、で覚醒したやつのレベルマックスにすればまたガチャが引けると思って、でですね、まあ本当はね心の属性を覚醒したいんですけど、今回はですね、まあ1号全部今挽回1号やって無月1号やったから、ホローカ1号も覚醒しちゃおうかなと思いまして、ホローカ1号の覚醒行ってみたいと思います。てん、そしてホローカ1号を覚醒したには理由がありまして、ロック外してなかった。いやホローカ1号ねやたら出たんですよね前ね。全部レベルマックス、必殺技レベルマックスにしてもまだ余るレベルで、これをねやるとちょっとスッキリするかなと思って、よし。いや本当はね力属性はもう覚醒いっぱいしてるからさ別にいいかなとも思ったんですけど、1234んーで、あ、まあこれもぶっ込んでみるか。ここら辺の降臨とかもねもういらないかなと思うんですけどね。ここら辺がギリギリだな。ひな森ちょっと取っときたいんだよな。もういいや一個一個受け取ってたけど、んーで、こんなもんでいいだろう。わざわざこれを見せてる理由があって、キャラ強化、こいつは攻撃賞が必要になるんですけど、攻撃賞ね400ぐらいあったんで、まあ、なんでこれ急いでるかっていうとですね、もう強烙が欲しい、それ諦めきれないんです。レベル120からの
けるとこまで覚醒させようか。まあキスケじゃない、平子が足んないんで、シュートくんところは全然できないんで、そこまでの部分をね。こいつも必殺技レベルマックスだと結構強いと思うんですよね。で僕力は天身体2個あるし、どうせ覚醒させるんだったらフル強化したいんですよね。はやっぱかなり必要ですね。まあまあこれの習得はまた今度かな。そしてで1600使っても多分すげえマックスまでいかない。シャア75号、よしこれでいける。はい、というわけで今回はホローカイチゴ一気に150まで、そして必殺レベルマックス、そこそこ強いと思うんですよね。はい、今後またこいつの紹介もしていきたいと思います。今回はここまで。あ、せっかくだから、これがてめえの見たがってたホローカだ。はい、また今度紹介していきたいと思います。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。